こんにちは。こんにちは。ステージ5のボス、強かったところ紹介。あー、ステージ5のボス、なんか一瞬でやられた気がするわ。1回目の挑戦。いて、今、何に当たった？ボスの体当たりですね。体に当たっただけで体力減るのずるいだろ。体当たりを避けて。今だ。え？なんだ今の。ボスのマシンガンをまともに食らいました。これは避けれん。2回目の挑戦。あ、あんなところに宝箱。いててててよくもやったな。いや、完全に自爆しましたよね。3回目の挑戦。もうお前の動きは見切った。こうやって避ける。少し離れて。こうやって避ける。離れてくないで。あ、動き早くない？4回目の挑戦。とにかくこいつは近づくと攻撃を避けれないので、遠くから攻撃しましょう。体当たりされそうになったら左右に動いて、当たらないように避けましょう。近づかなければマシンガンに当たることもないので、安定してクリアできると思います。ようやくクリア。というわけでステージ5のボスの紹介でした。今までのボスで一番強かった。